k q は韓国のキアが生産する高級乗用車である。2012年3月6日、k q の名でジュネーブモーターショー12にて公開された。同年4月9日より韓国国内において予約受付を開始すると同時に、k q に搭載する新技術も発表された。その新技術とは、広報、速報警報システム、電子式変速レバー。 走行モード統合制御システム、車両統合制御システム、アラウンドビューモニタリングシステム、12.3インチフルサイズカラー LCD クラスター、次世代情報提供サービスボが搭載された、9.2インチ DIS ナビゲーション、ヘッドアップディスプレイ、アダプティブフル LED、ヘッドランプの9点である。駆動方式は、エンタープライズ以来となる FR を採用。 2012年5月2日、韓国市場で k q として発表。2008年に KH のコード名で着手以来、5200億ウォンをかけて開発された。エクステリアデザインは躍動感を与えるため、エクウスよりもトランク部分が相対的に短くなっている。ベースこそエクウスと同じだが、エンジンはヒュンダイ・ジェネシスと共通の v 6三 3, 3リットル。 V6.3、8リットルの核、グディを搭載。また、LED ヘッドランプの採用は量産の韓国車では初である。2018年4月3日、韓国にて、ザ・ K9 の名で発表、発売開始。基本メカニズムを、ジェネシス G90 と共用したことで、さらなる質感向上と、性能向上を実現。エンジンは、ラムダ3.3リットル V6 グディターボ。 ラムダ3.8リットル V6 グリ、タウ5.0リットル V8 グリの3種を設定。K9 発となるオードは全員エンジンに設定され、FR とオードから選択できる。K は、キア自動車、大韓民国、強さや支配を意味するギリシャ語のクレイトス、そしてダイナミックな躍動性を意味する英語のキネティックのそれぞれの頭文字、Q は、射角を意味する。欧州市場では、 クオリス、北米市場では、K900 の名で販売している。ありがとうございます。